今さんの呪い数年前大学生の頃同じゼミに奄美大島出身のやつがいたゼミ合宿の時にそいつと俺と何人かで酒飲みながら階段なんかをたしなんでいたで奄美大島には有名な今女という階段があるんだが 俺はそいつにそのイマジ女の話を振ってみたしかしそいつは何それそんな話聞いたことないよってな感じだった俺はまあ別に地元の人間だからって必ずしも知ってるわけじゃねえのかと思って俺が知ってるイマジ女の話をその場でしたちなみにこれがどういう話かと簡単に言うと昔 天見大島のコニア町の金持ちの家で働くやんちゅに今女という娘がいてかなり美人だったというその家の主人も今女の美しさに惹かれていてある日無理やり手ごめにしてそのまま囲いものにしていたそのことに嫉妬したその家の女将はある日主人の留守中に今女さんを納屋に呼び出してそのまま殺してしまった。 一方的に手ごめにされて勝手に嫉妬で殺されたい魔女さんは怨霊となりこの男の家をたたりほどなくしてその家に連なる者は全員死にたれたというそういう話なんか地方の言い伝えによくあるような話ですでその合宿の時に旅行行きてえなとか話してたら そいつが奄美大島に来るんだったら家に泊めてやるよ的なことを申し出てくれたでそんなこともあってその年の夏休みに俺とそいつと別の友達一人と一緒に奄美大島に遊びに行くことにしたまあただで泊めてもらうのも何なん,なんで東京土産に地元の酒やら何やら持って行ったらかなり歓迎してもらえて 楽しい離島バカンスをエンジョイ超エキサイティングしてたそんなある晩そいつの親父さんと俺らでお酒何冊飲んでいる時に例の今女さんの話について聞いてみた話し相手の俺らいるせいかかなりお酒が進んで上機嫌になっているそいつの親父さんは快く話してくれた まあ大体さっき話した話の通りなんだがディテールがかなりえぐいその当時のヤンチュというのはかなり身分が低く非差別的な扱いを受けていたということ今序さんは殺されるときに子供を身ごもっていたこと女将は今序さんを殺すまでに納屋に数日間幽閉して男衆に臨間させたり いいろいろな拷問を加えた末に最後は女性器に焼いた火箸を差し込んで殺したということまた今女さんはただ単に怨霊と化したわけではなく今女さんの変わり果てた死体を引き取った今女さんの家族が嘆き悲しみ今女さんの死体とお腹の子供を使ってその家に呪いをかけたということ呪いが強すぎたせいかその家の人間だけではなく 今女さんの一族まで死に絶えたということなんかそういう話をヨーヨーとして喋っている親父さんの声に起こされたのか親父さんのママつまり同じゼミのそいつのおばあちゃんが起きてきたそしたらすごい剣幕方言丸出しで親父さんを叱り始めんの親父さんは昔東京に住んでた出戻り組で俺らと話す時は標準語で話してくれたんだけど おばあちゃんに怒られている時の親父さんは方言バリバリで何言ってるか分かんなかったよ。でまあ聞き出したのは俺らだし親父さんなんか泣きそうになってるしおばあちゃんにみんなで謝って取りなしてその日は解散して寝た。まあ親父がおばあちゃんに怒られて泣きそうになってる様を友人に見られたそいつも泣きそうな顔してたけどね。で 次の日、俺らのせいで怒られちゃってごめんなさい的なことをそいつの親父さんのところに言いに行ったら年寄り連中は今女さんの呪いはマジで信じていて今女さんの話をすると今女さんが現れてたたられると思っているということを聞いた親父さんが子供の頃は何か変な事件とかがあると今女さんの仕業だとか どこそこの誰かが今女さんにたたり殺されたとかそういう話を聞いたこともあるらしいそいつが今女さんの話を知らなかったのは話がえぐいのとおばあちゃんに怒られるんで教えなかったとのことだった。